皆様、河原にお集まりですか？河原で何をやってるんですか、皆さん。さあ、というわけで、皆さんこれから集合してですね、一緒にここ盛岡市内を歩いていくという令和新選組プレゼンツ増税ダメ絶対デモでございます。よろしくお願いします。盛岡、岩手、盛岡、岩手、景気はいいかい？悪いよ。景気悪いんですか？やっぱり岩手も景気悪い。岩手だけが景気悪いわけじゃございません。日本中が景気悪いんですね。この状況を変えていかないと、さらにですね、ひどい不況がやってくる。これはもう想像しただけでも分かります。子供にも分かる話。一方で政府はこの不景気にまた再突入しそうな状況でも皆さんに対する底上げしません。少しだけ空気を読んで、減税って言葉を出してきましたけれども、おそらく所得税に関わる減税策を打ち出してくる予定なんですね。でもこれで大きく恩恵を被れるのは、もともと所得税をたくさん払っている人たち中心になっちゃうんですよ。つまり何かというと、30年の不況でコロナに物価高で苦しんでいる、そういう方々に対してはあまり大きな恩恵はこれ預かれないって話。つまりはこの先の不況を止めるような政策になってないってことです。今皆さんご存知の通り、コロナ禍で苦しんでいるさまざまな企業がございまして、このコロナの融資、ゼロゼロ融資を受けているのは、その 50% が中小企業、連載企業なんですね。ここがかなり今もうひどくなってて、おそらくバタバタ潰れていくんじゃないかと、もうすでに潰れてます。4月から9月まで今年と去年を比べてみると、倒産件数は 44% 増えるんですよ。この状況を打破していかなくてどうするってことですよね。まずは景気を良くしていきましょう。みんなのお金を使えるようにしましょう。そのためには一刻も早く減税が必要だと思いませんか？いいですね。まあこの体に集まった1万人の皆さんと、これから一瞬ですね、盛岡市内を練り歩くということでございます。どうかどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、というわけで、とにかく政治を揺らす、動かしていく、そのことを皆さんと一緒に声を上げて、ここで一つにやっていくわけですけれども、今日はですね、私たち令和新選組の、議員がここ盛岡の市議会におります。一言だけ挨拶いただきましょう。生手豊子でございます。お待ちしております。今日は心を一つにして、消費税廃止でもみんなで頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。生手豊子でございました。寒いね懐が寒いよね。温めていこう、減税していこう、声を上げていこう。よろしくお願いします。さあ、それではですね、今日の皆さんと一緒に歩いていく増税ダメ絶対デモにおきましての、ルール、少しだけ皆さんに説明をさせていただきたいと思います。令和新選組のスタッフ、お願いします。でもは車道を歩きます。お子様は歩道を歩くようにしてください。一緒にしている方はお子様から目を離さないようにお願いいたします。撮影のために隊列から出て歩道に出たり入ったりするのは危険なのでやめてください。公式写真撮影、 YouTube の生配信をします。顔出し NG の方は仮装などを工夫してください。黄色いあの服を着た方がいたものが来たら、ちょっと顔を隠すようにお願いいたします。最終地点は流れ解散になります。解散地点に着いたら方から解散をしてください。本部から上りプラカードをお渡ししている方は解散地点でスタッフが回収いたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ただいまですね、令和新選組のスタッフの方から注意点がありました。私から簡単に繰り返します。のぼりを持ってくださっている方、ありがとうございます。こののぼり、先っぽが止まっております。少しでも斜めにしてしまうと、人の頭にぶっ刺さる可能性がございますので、垂直にのぼりはお持ちください。よろしくお願いいたします。そして小さなお子様など、参加されているという方いらっしゃいますけれども、おそらく、車道側でなく歩道側を歩いていただきたいということでございます。で、でも体力が抜けるということはですね、体調が、少し悪いとか、ちょっと休みたい、その、離脱する、復帰する、入ったり出たりということを歓迎いたしますが、何かを撮影するために、デモの体力から抜ける入るを繰り返すことはやめていただきたいということでございます。そしてですね、こちら、令和新選組のオフィシャルのカメラ、黄色いビブス、黄色い服を着た人がいますけれども、ここに映りたくないという人はですね、できるだけ黄色い服の人を避けていただく、顔を隠していただくなどやっていただければ幸いでございます。で、終着地点では、流れ解散となるので、よろしくお願いいたします。そしてですね、今日は、このゴール、デモのゴールの後なんですけれども、夕方4時から岩手県の公会堂、岩手県公会堂の2階でおしゃべり会開催でございます。あったかい場所でマイクを回して政治について語り合おうということでございます。入場無料です。ぜひ皆さんご参加くださいということでございました。さあ、もうすぐ出発となります令和新選組主催増税ダメ絶対デモ、そのデモに入る前にコールのレスポンス、デモのコールの練習を皆さんとやってまいりたいと思います。その練習をやってくださるのが首都圏関連祭連合からミサオネットウルフネさん、お願いします。1万人の皆さん、こんにちは。ミサオレトルです。
お願いします。ありがとうございます。この練習前にまず、ちょっと今日川渡り方するので説明します。ここの階段を上がって、上に今カメラのスタッフがいるところに行きまして、その向こうに、細い道路があるんですね。そこで整列をしていただくということになりますので、この周回終わったら、ゆっくりとこの階段を登って、上まで行ってください。ここは水たまりタイムありますから気をつけてください。それからもし階段きついなってことは、多分もう見る限りおられないと思うんですけども、もし階段ちょっときついなという方は、この道行ってもちょっと遠回りですけども、ここ寝れますので、スロープがございます、はい、ありがとうございます。車椅子の方いらっしゃいませんね、はい、なので周回終わったら、皆さんこの上で隊列を組むということでよろしくお願いいたします。はい、ではコール行きますか。いよいよコールの練習でございます。はい、コール行きます。消費税廃止、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 歩いていただくということでございます。で、階段が厳しいという方はあちらのスロープからゆっくりと進んでいただくということでございますので、よろしくお願いをいたします。さあ、それではですね、これから皆さんに移動をしていただきます。あちらでいいですか。山本太郎さんの上り、ありがとうございます。作業服を着た、ここ岩手県で生産者をやってくださっている若者が上りを持ってくださってます。ありがとうございます。では、あの上りに向かって、少しずつ皆さん移動を始めてください。3列でございます。よろしくお願いします。ゆっくりと皆さん移動してください。令和新選組主催サポーテッド隊盛岡東署、増税ダメ絶対デモ、みんなで歩こう盛岡市内、みんなで下げよう、あまりにも重すぎる負担を直ちに減税、飛び入り参加大歓迎、雨の中でこぼれそうになっているあなた、あまりにもひどい状況をみんなで変えていこう。令和新選組と申します。景気が悪い国は社会にお金を回す役割を果たすのが国の仕事、それを経済政策と呼ぶんです。景気が悪い中では減税をする、あなたの財布のお金を増やす、負担を減らす、それで社会にお金を回すのが当たり前の経済政策だ。ところがそれをせずに一部富裕層にのみだけ美味しい思いをさせる減税策なんて何の意味もございません。30年の不況、そこにコロナ、そして物価高、今こそ減税、今こそ税金を安くしよう、みんなで声を上げていきましょう。今日は盛岡市民の皆さんと盛岡市内を練り歩く、ここ盛岡から永田町に轟くほどの声で直ちに減税訴えていきましょう。やれんのかい減税、やれんのかい、みんなで声を上げていこう。今すぐ減税、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 コストと減税、コストと減税、今すぐ減税、今すぐ減税、税金高すぎ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 、税金下げろ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 、今すぐ減税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 、税金下げろ、税金下げろ、税金下げろ、税
が悪すぎる日本、どれぐらい景気が悪いか皆さんご存知ですか。30年も長きにわたり景気が進みすぎ、それが日本です。そこにコロナ、そこに物価高、これではもうみんな持たない。今すぐ減税、とっとと減税、みんなで声を上げていきましょう。いきますよ。今すぐ減税、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 とっとと減税、とっとと減税、税金高すぎ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 、税金上げろ、税金上げろ、税金上げたらね、税金上げたらな、税金下げろ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 、税金高すぎ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 、今すぐ減税、今すぐ減税、今すぐ減税。話も景気が悪くないですか。日本だけなんですよ。30年も不況が続いてるんです。30年が不況が続き、そこに加えてコロナ、そこに加えて物価高、今のまま国のやる放置プレイが続けばいろんな企業が潰れてしまう。だからみんなで声を上げましょう。今すぐ減税、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 税金高すぎ、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 高いぞ税金、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 税金下げろ、税金下げろ、お金を回せ、お金を回せ、税金高いぞ、税金高いぞ、税金下げてけ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 、今すぐ減税、今すぐ減税。令和新選組と申します。景気が悪い原因は政治によるさまざまな失敗、雇用環境の破壊に税金の取り方を歪めた金持ちが取らず、一般庶民から絞り取った結果が30年の不況です。そこにコロナ、そこに物価高、今こそ減税、みんなで求めていきましょう。この国のオーナーはあなた、お力を貸してください。今すぐ減税、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 とっとと減税、とっとと減税、今すぐ減税、今すぐ減税、
社会保障はどうなるんだ、相場だからご心配なく。今でさえあなたから搾り取った消費税はほとんど社会保障には使われていません。大企業に大減税、一部資本家に減税するための穴埋めが消費税の使い道。あなたが消費税を払ってる意味なんてほとんどないんです。だからこそ消費税をやめよう。消費税をやめて毎日が 10% オフ。みんなで物価を下げよう。そして使えるお金を増やしていこう。この国のオーナーはあなた。あなたに声を上げていただかなければ社会は変わっていきません。一緒に声を上げましょう。こんな感じです。今すぐ減税、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 とっとと減税、とっとと減税、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 行きましょう。消費税廃止、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 消費税やめろ、消費税やめろ、負担を減らせ、お金を回せ、消費税廃止、直ちに減税、今すぐ減税、減税、減税、みんなで減税。令和新選組と申します。日本は30年間に及び動画続く唯一の国、そこにコロナが来た、そこに文化だから今苦しんでいる。だからこそみんなの負担を減らして減税、使えるお金を増やす。あなたの必要なものを買ってもらえば社会にお金が回るんです。みんなで声を上げていこう。インボイスやめろ、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 消費税廃止、消費税廃止、今すぐ減税、今すぐ減税、とっとと減税、とっとと減税、とっとと減税。ありがとうございます。お金を回さなきゃいけません。お金を回すためにはあなたの負担をまず減らす、つまりは減税、そしてあなたの必要なものを買ってもらう。そうすれば社会にお金が回る。これは経済政策の義母班の一丁目一番地でございます。どうかあなたにも声を上げていただきたい。この国のオーナーはあなた。令和新選組主催、増税ダメ絶対でもあなたのご参加とびにお待ちしております。いきますよ。消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止、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 消費税廃止、消費税廃止、減税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 、負担を減らせ、負担を減らせ、減税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 、負担を減らせ、負担を減らせ、減税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 、負担を減らせ、負担を減らせ、お金を回せ、お金を回せ、税金下げてけ、税金下げてけ、景気を上げてけ、景気を上げてけ、景気高すぎ、今すぐ減税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 、お金を回せ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 、減税、減税、減税、インボイスやめろ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 、今すぐ減税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 、とっとと減税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 、負担を減らせ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 、お金を回せ、お金を回せ、消費税廃止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 。令和新選組と申します。消費税を廃止にしたら社会保障がどうなるんだ、そうご心配の方、心配はいりません。今でさえあなたから搾り取った消費税は社会保障にはほとんど使われていません。大企業に減税するため、一部富裕層に減税するために穴埋めとして使われているのが消費税。あなたが払っている意味、実はほとんどないんですよ。消費税をやめれば毎日が 10% オフ。こんな不公平な税金はやめて、まずは日本の景気を良くしよう。失われた30年を取り戻そう。そのためにはこの国のオーナー、あなたの力が必要なんです。声を上げてください。こんな感じで、今すぐ減税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 、負担が多すぎ、負担が多すぎ、税金高いよ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 、税金下げてけ、税金下げてけ、税金下げてけ、お金を回せ、空気を読め、空気を読め、今すぐ減税、今すぐ減税、今すぐ減税、とっとと減税、今すぐ減税、今すぐ減税。
下げてけ、税金を下げてけ、負担を下げてけ、負担を下げてけ、お金を回せ、お金を回せ、消費税廃止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 。では質疑を通します。日本だけどうして30年の不況が続くのか。これは世界で唯一、日本だけなんです。そこにコロナが来た、そして物価高にもなっている。この状況で今のような放置プレイが続けば、さらにこの先とんでもない不況がやってくる。それを避けるためには上がった物価を下げる効果がある。そしてあなたの手元にお金が残る、そんな経済政策を打つのが当たり前。だから消費税廃止、みんなで声を上げていこう。こんな感じでいくよ。今すぐ減税、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 お金を回せ、お金を回せ、お金を回せ、消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止、廃止、廃止、消費税廃止、消費税廃止。令和新選組と申します。消費税をやめるってことは社会保障に影響が出るんじゃないの？そう思われてる方ご心配なく。今でさえあなたが払っている、あなたから絞り取っている消費税は社会保障にはほとんど使われていません。大企業に対する減税、一部富裕層に対する減税、その穴埋めに使われているのが消費税。あなたが払う意味なんてほとんどないんだ。消費税をやめれば毎日が 10% オフ、あなたの使えるお金も増える。みんなで声を上げよう。この国のオーナーはあなた。みんなで国を揺らそう。そしてそれを前に進めよう。力を貸してください。いきますよ、はい、今すぐ減税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 、とっとと減税、とっとと減税、消費税廃止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 、とっとと廃止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 、減税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 、今すぐ減税、今すぐ減税、消費税廃止、消費税廃止、負担がどんだけ、負担がどんだけ、負担が重すぎ、負担が重すぎ、負担がどんだけ。令和新選組と申します。どうして日本だけが先進国の中でただ一つ30年間も不況が続くんでしょうか。日本だけ30年不況、その原因は労働環境の破壊と税金は金持ちには払わせず、皆さんから吸い上げた結果国自体が貧乏になった、物が売れなくなった。政治による失敗の30年でこの国は壊された。結果 6.5人に1人が貧困。これはアメリカ、韓国を超えて堂々の先進国1位です。この状況を何とかしなければ政治がある意味ないだろう。だからみんなで声を上げて揺らしていきたいんです。変えていきたいんです。まずはあなたの負担を減らす、使えるお金を増やす、経済政策の一丁目一番地、直ちに減税。みんなで声を上げていこう。いきますよ、はい、今すぐ減税、今すぐ減税、とっとと減税、とっとと減税、税金下げろ、税金下げろ、税金高すぎ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 、お金を回せ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 、とっとと減税、とっとと減税、消費税廃止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 、廃止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 、消費税廃止、消費税廃止、お金を回せ、お金を回せ、お金をよこせ、お金をよこせ。令和新選組と申します。今お金を社会に回さなければ不況はさらに深まります。コロナ禍資金繰りがうまくいかなかった企業に対してゼロゼロ融資が行われた。それによって中小企業の5割がその施策に恩恵に預かったといいますけれども、その資金の返済が始まっている。軒並み潰れてますよ。今年の4月から9月までの間、去年と比べたら倒産件数は 44% 増加。これを放っておくのか、それはまずい。今すぐ手当てをしなきゃならない。物価高に耐えられている消費者も、そして事業者もほとんどいない状況の中で大胆に底上げする必要があります。まずは減税、減税が第一、みんなで求めていこう。今すぐ減税、今すぐ減税、とっとと減税、とっとと減税、今すぐ減税、今すぐ減税、税金高すぎ、税金高すぎ、税金下げろ、税金下げろ、お金を回せ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 、さっさと減税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 、今すぐ減税、今すぐ減税、今すぐ減税。
します。あなたの生活は楽になってますか？物価は上がれど賃金上がらず、どんなに一生懸命働いてもこれはあなたの生活が楽にならないってあなたの責任にされてません？あなたの責任じゃないんですよ。国がやるべきことをやっていないからみんなの生活がむちゃくちゃになってしまうんです。今や 6.5人に1人の人々がこの国では貧困です。アメリカや韓国を超えて今や先進国第1位。今こそ30年の不況、そこにコロナ、そこに物価高、直ちにやらなきゃいけないのは減税政策。あなたの使えるお金を増やす、負担を減らす、直ちにみんなで求めていこう。この国のオーナーはあなた。一緒に声を上げてください。こんな感じで、今すぐ減税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 、税金高すぎ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 、税金下げろ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 、今すぐ減税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 、令和新選組と申します。今すぐ減税、あなたの使えるお金を増やす、当たり前の経済政策をやらなければなりません。世界ではコロナ禍、100カ国以上の国々が消費税を廃止にしました。消費税を減税しました。この国だけどうしてこの先消費税を上げようとしてるんでしょうか？みんなで声を上げていこう。いきますよ。なんで同じ音楽ばっかりか。令和新選組と申します。景気悪いでしょ、景気良くしていきましょうよ。賃金上がりたかった方がいいですよね。賃金上げるためには景気をまず良くしなきゃダメなんです。そのためにはまずは減税、減税をした上であなたの負担を減らし、使えるお金を増やすということです。一緒に声を上げてください。この国のオーナーは皆さんです。令和新選組主催、増税ダメ絶対でも。今テレビでは減税減税と岸田総理の言葉が取り上げられてますが、騙されないでください。所得税の減税なんて多く払ってる人しか恩恵受けられないんですよ。今は今日を生きられるか、今月を乗り越えられるかっていう多くの人々のために底上げをしなきゃならないんです。一緒に声を上げてください。いきますよ。今すぐ減税、今すぐ減税、税金高すぎ、税金高すぎ、消費税廃止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 、直ちにやめろ、直ちにやめろ、インボイスやめろ、インボイスやめろ、消費税廃止、消費税廃止、消費税なんか廃止したら自分の社会保障がどうなっちゃうんだよ。ご心配されてはならない、心配には及びません。今でさえあなたが絞り取られた消費税はほとんど社会保障に使ってないんです。大企業に対する減税、一部富裕層に対する減税、その穴埋めとして使われているのが消費税。その正体をテレビや新聞ではあまり大きく扱いません。こんないい加減な税金、あなたは腹を言わではない。消費税をやれば毎日が 10% オフ、あなたの手元にお金が残る。今すぐみんなで求めよう。今すぐ消費税廃止、これを上げてください。消費税廃止、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 廃止、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 消費税廃止、消費税廃止、コストコ廃止、コストコ廃止、お金を回せ、お金を回せ、消費税廃止、消費税廃止、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 消費税廃止、消費税廃止。ありがとうございます。令和新選組と申します。消費税を廃止してもあなたの老後には影響ありません。社会保障にもほぼほぼ影響がありません。今でさえあなたから絞り取った消費税は社会保障にはほとんど使われていないからです。消費税の使い道はどこかって、大企業に対する大減税、一部金持ちに対する減税の穴埋めです。こんな不公平な話ありますか？テレビ新聞に流されちゃいけない。この事実を突きつけて今すぐ消費税廃止を求めよう。この国のオーナーはあなた、あなたがいないから帰らない。一緒に声を上げよう。消費税廃止、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 消費税廃止。令和新選組と申します。盛岡の皆さん、一緒に声を上げてほしい。このままじゃさらに日本の不景気に突入してしまいます。ゼロゼロ融資、それに返済に行き詰まった企業がバタバタと今倒産し始めている。国が貸している金なんだったら利息は先延ばしていいじゃないですか。それだけじゃない、インボイスってなんだよ、事実上の増税です。みんなで止めよう、声を上げていこう。いきますよ。インボイスやめろ、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 インボイスやめろ。負担が多すぎ、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 負担を下げろ、負担を下げろ、負担を下げろ、負担を下げろ。今すぐ減税、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 今すぐ減税。今どこに行っても景気がいい人なんて一人だからこそ、今失われた30年を取り戻すべき。
今減税策が必要なんです。コロナ禍100カ国以上、コロナの中で100カ国以上が消費税を減税しています。でも日本は今この先消費税を増税しようとしている。これをみんなの力で止めようじゃないですか。声を上げてください。一緒に今すぐ減税、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 とっとと減税、とっとと減税、インボイスやめろ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 、いきますよ。消費税廃止、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 廃止、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 消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止。令和新選組と申します。30年も不況が続く日本、先進国で日本だけです。そこにコロナ、そこに物価高、今のままではまだまだ倒れますよ。企業が人々が、だからこそ国が早速の経済制裁を行わなきゃなりません。直ちに減税、みんなで声を上げていきましょう。インボイスやめろ、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 今すぐ減税、今すぐ減税、今すぐ減税、今すぐ減税。あなたの負担を減らす、使えるお金を増やす、必要なものを買ってもらう。それで社会にお金が回っていきます。30年既存された消費と投資を呼び覚ます。需要の喚起剤を今打つ必要がある。一丁目一番地は減税、あなたの負担を減らす。一緒に声を上げてほしいです。いきますよ。こんな感じで消費税廃止、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 今すぐ減税、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 とっとと減税、とっとと減税、社会保険料は上がる一方、消費税だって上がる一方、この先経団連と一緒に自民党は消費税をさらに上げるつもりでいます。騙されないでください。今テレビでは減税をすると岸田総理が言っているけれども、ここで恩恵を受けられるのは多くの金持ちでしかありません。その先になっているのは消費税の増税。そんなことになれば中小企業はバラバラ潰れる。そうはさせないためだ。上がった物価を下げるためにも今すぐ必要なことは減税、なんなら消費税の廃止が日本の経済爆上げにつながる。失われた30年をみんなで一緒に取り戻していこう。いきますよ。これを終わりますよ。今すぐ減税、今すぐ減税、とっとと減税、とっとと減税、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 今すぐ減税、今すぐ減税、負担も減らせ、負担も減らせ、消費税廃止、消費税廃止、お金を回せ、お金を回せ、お金を配れ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 、給付金ちょうだい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 。令和新選組と申します。現在は悪性の物価高が進んでいます。この悪い物価高が収まるまでの間は季節ごとに現金の給付をする。ガソリン代、燃料代が上がっている。それだけじゃない、さまざまなものが上がっている中で現金が一番話が早い。あなたの必要なものをすぐ買える。国に求めていこう。直ちに給付、現金給付。令和新選組と申します。30年不況、日本は30年間不況です。これは先進国で日本だけ。そこにコロナがやってきた、そこに物価高にもなっている。ここで今国がやっている放置プレイが続けば多くの人々が倒れていきます。中小企業を潰すな、零細企業を潰すな。今支えなくていつ支えるんだ。まっとうな経済政策を国にやらせよう。そのためにもみんなで声を上げていく必要があります。あなたにも声を上げてほしい。都民に参加大歓迎、いきますよ。準備はいいかい、準備はいいかい。今すぐ減税、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 とっとと減税、とっとと減税、とっとと減税、自民党政権が減税に動いた、そのようなニュースが流れています。騙されないでください。所得税の減税なんで、所得税を多く払っている金持ちに大きく還元がされる、そういう話なんです。この期間限定1年間だけの減税で騙されちゃいけない。その先に待っているのは消費税自体の増税なんです。みんなで止めよう、声を上げていこう。今やるべきは消費税の減税、いやいや消費税自体の廃止だと。この国のオーナーであるあなたにも声を上げていただきたい。いきますよ。インボイスやめろ、インボイスやめろ、インボイスやめろ。
業代、医療代、さまざまなものが重なっている。これによって農家の皆さんが苦しんでいる。それだけじゃない。酪農家は牛を殺せと言われている。ミルクを絞るなと言われている。食料自体がこの国で作れない状況を政府自身が旗を振っている。こんな無茶苦茶なやつだから政権を取り戻す以外ないじゃないですか。だからみんなで声を上げていこう。増税メガネは大事大事。絞り取った消費税は社会保障にほとんど使われていません。大企業に対する減税、一部富裕層に対する減税、その穴埋めに使われているのが消費税。あなたに払う意味なんてないんだ。だったらこんな不公平な税制はやめて、毎日が 10% 消費税廃止をやっていこうじゃないですか。今すぐ減税、今すぐ廃止、いきますよ。今すぐ減税、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 消費税やめろ、消費税やめろ、消費税廃止、消費税廃止、廃止、消費税廃止、消費税廃止、お金を回せ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 、給付金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 、お金を配れ、お金を配れ。令和新選組と申します。30年の不況、30年に及ぶ不況は先進国で日本だけ。そこにコロナが来て、物価高が来ているのは今です。やらなきゃいけないのは減税、直ちに減税。消費税をやめれば毎日が 10% オフ。消費税をやめれば、消費税をやめた5年後には平均年収は30万円上がり、消費税をやめた10年後には平均年収が50万円上がるという国の試算がある。みんなで求めていこう。取り戻そう。今すぐ減税、消費税は廃止だ。消費税廃止、消費税廃止、廃止、廃止、消費税廃止、消費税やめろ。令和新選組主催、盛岡東署サポーテッド、増税ダメ全体でも終着地点となりました。ありがとうございます。ご参加いただいた方、そして飛び入り参加をいただいた方、ありがとうございます。この後なんですけれども、夕方4時、1時間10分後、1時間後におしゃべり会、入場無料、誰でも入れるおしゃべり会、政治の話をみんなでやろう、マイクを回そう、そのような催しを午後4時から始めます。岩手県公会堂、岩手県公会堂の2階、岩手県公会堂の2階で入場無料、アンチ大歓迎、みんなで政治の話をする、そんな場を開きたいと思いますので、もしお時間許す方は足を運んでいただければ幸いです。令和新選組プレゼンツ、増税ダメ絶対でも、デモに関してはこれでお開き。4時からの岩手県公会堂でお会いいたしましょう。ありがとうございます。